ねえ、いる？ケン？上着くらいは着て歩いてよ。ああ、今着替えてる途中だったんだよ。男同士なんだから気にすんなって。気になる、はあ、まあいいや。何のよ？あ、俺の靴下片方こっちに来てないかなって。え、なんで俺の部屋に剣の靴下の片方があるかもって思うわけ？だってお前が洗濯サービスに出すときについでに俺のもぶち込んでる時があるからさ、混ざっちゃったのかなと思って。はぁ、あ、混ぜてる？うん、だって靴下とパンツだけなのにわざわざ袋に入れて洗濯出すのもめんどくさいじゃん。めんどくさいも何も、洗濯って普通毎日出すものだろ。え、3、4日で一遍でよくない？よくない！100歩譲ってケンがそういう習慣だとしても、そもそも俺の洗濯物に自分のものを混ぜるのやめてくれるかな。普通に嫌なんだけど。今まで気づかなかったくせに。ああ、まあいいや、わかった、これからはやりません。ああ、それで靴下何でもいいから片方貸して。いっそ一式借りてってよ。もういろいろ大雑把すぎる。こう！